コトコって冷たいよね。え？焼け酒付き合わずにさっさと帰っちゃって。昨夜しこたま飲んじゃったわよ。だから血圧高いんだ。うん、ごめん。それにしてもいい女だったな、入江さんの奥さん。もう乾杯って感じ。顔もスタイルも、性格は極めて悪いわよ。やっぱいい男にはいい女がついちゃうのよね。そう思わないコトコ？そうねお前くだらないこと言ってねえで集中しろ。そうそう、みんな集中集中。お前に言ってんだ。いつまで空気入れてんだ。腕の色変わってきてるじゃねえか。ごめんあれ、脈が。なんだよ、脈がおかしいのか。しないの、脈の音が。は？ケイタ君死んでるよ。ガーンってなわけねえだろ、バカ。お医者さんに見てもらった方が。あ、コトコ、聴診器が裏返しに入っているのは何か特別な理由でも。あれ、嘘。そりゃ聞こえないよね。ざけんな。男を追いかけてる暇があったら少しは自覚持って勉強しろ。そうそう、入江さんはもう私たちの手の届かない人だってはっきりしたわけだし。コトコ、コトコ、お袋が買い物頼みたいから電話くれって。お前、携帯の電源切ってるだろ。その…じゃ、伝えたからな。コトコ！ごめんなさい、つい言い出せなくて。嘘つくつもりじゃなかったの。ほんと、ごめんなさい。いいのよ、謝んなくて。私たち全然怒ってないわ。みんな、コトコが入江さんの奥さんなら何も私たち諦める必要ないものね。まだまだ望みがあるってこと。それはどういう意味かしら。モトちゃん、今日はパーッと祝い酒ね。私も付き合います。よし、オールで行きましょう。行きましょう。よう来たな、コトコ。せやけど、なんでこぶつきなんや。ねえ、入江くんにもキイちゃんの料理を食べさせてあげたいなーなんて。まあええわ、今日は大将が寄り合いでおらんさかい、厨房任されてるんや。すごいね、キイちゃん、もう立派な板さんだね。いらっしゃいまし。もかりまかことこ。アホ、逆にそないのこと言うな。クリス、その格好似合ってきたね。毎度お気に。ほんま、押しかけバイトで椅子あるよって迷惑しごくやで。とか言って内心嬉しいくせに、空港での大騒ぎ忘れないもんね。ごつ騒ぎよってんな。だ、アホ、コトコ、余計なことを。キヌスケ、お客様にアホを言うから飽きまへんどすよ。な、何やと。お客様に失礼です。そしたらね、ケイタのやつ、お前みたいなトロいやつ看護師になるなんて100年早いっていうのよ。100年も生きてられないっつーの。俺に話ってそれか。いや、実はお願いがあって。入江さんの奥さんだったこと黙っていたペナルティとして。合コンね、医学部と。もちろん入江さんは絶対参加でね。コトコさんって言われちゃって。嫌だね。ほら、女子の少ない医学部と男子の少ない看護科、新しい出会いが必要でしょ。新しく出会っていいのか俺。それはだろ。